こんにちは、AVOTV です。今日はちょっと,と玄関で通ってるんで、今ちょっと料理しながら通ってるんで、ちょ,ちょっと多分風の音とか、まあ、雑音が入るかもしれませんが、まず、あ、この暗号ごりてください。あと面に、なんかファミリーマートからが、6月から24時間営業を取りやめっていうことがあったんですね。ファミリーマートは時間営業のガイドライン、概要を発表しました。加盟店のオーナーは、 本部との事前協議の上24時間営業を行,い行わないことができるとしていてコンビニの大原則だった24時間営業から撤退します閉店1年未満の店など一部の時オーナーは毎日または日曜だけの時,時短営業を選択でき 午後11時から午前7時の間を休業する時間を決めます。時短営業は、ほ時短営業は本部との協議などを得て、6月から正式に始まります。っていうのがあったんですね。まあ、まあ僕、僕家の近くにいるとローソンしかないんで、まあまあ、まあこれには関係ないんですが、まあ、ファミリーマートが24時間営業なくなるか、 でまあ、思います、ね、なんか24時間営業で困る時と困らない時があるんですよ。やっぱりなんか急,急になんかが飲みたくなった急に飲み,物か飲,み飲み物とか料理してて材料がなくな,ったなくなったと思ったらコンビニにダッシュして買いに行けるんですがそれまあそれがなくなるとまあまあなんかなっていうのあやっぱり思いますね。<laughs> やっぱり えっと、一回セブンので多分問題になったと思うんですが、大阪市の、えっと、セブンのオーナーが勝手に時短営業をして、1月から、と、本部とのシシラとかも、なくなったっていうのがあって、まあ、まあ僕的には思うんですよ。やっぱり時短営業は大事だと思うんですが、まあ、やっぱり無断でやめ、いや、無断はダメだと思うんですね。やっぱり、うん。 まあ、まあ、無断は、まあやっぱりもう、やっぱり今は働き方改革って言ってって、まあ働き方改革でもやはりまあこういうことになったんだなって、まあやっぱり思いますよね。まあね、まあ、まあまあって感じですね。まあ まあこれからも、と、ローソンとかセブン三人も、ーと時短営業をしてほしいかな。やっぱり、えっと、都会はいいんですが、田舎の、そういう24時間営業なんか、赤字なんですよ、もう100%。なので、まあ、赤字を出さないように、やっぱり時短営業を、 をしてて、もらいたいいたなってやっやぱり思まますね。まあ、本日はこんなもので、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録のボタンを1,111回と、と高評価ボタンを1億1,111 11万1,111回押してくれるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね